70、70ぐらい。もう70で3倍になればトントンだよ。まあそうなんですよね、戦い続ければ負けないんだよギャンブルって。そう、ワイプ見てるけど片揚げポテト飲んでません？エピックスレジェンズ、私たちが出る大会はエペ祭り夏の陣PR？ 誰？おはよう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、リバースごめんなさい。おはようございますですか？ありがとうございます。マリキンさん怒っちゃっていなくなっちゃったお疲れ様です。おい、これ悪い、これいい。おい、これ悪い、これいい。怒り方かわいい。チームユキオでいいんじゃない、もう意味わかんなくなってきますけどそうじゃ、なんかカジノでクソ負けたみたいなツイート見たぞ。ああ。タコ負けしましたね。持ってんね、でも100万以上負けるなんて。確かにね。いや、なんか金持ってんね。いや持ってはないですよ。めちゃめちゃきついですよ今。いやいや、持ってないと100万はお前。めちゃくちゃきついからね、出んじゃないですかこれ今コーチング。え？そういうこと。お金儲けのために僕たちのことコーチングしてるんですか？いや冗談冗談ですね。え、天月さんコーチなんだ、すげえな。人に教えれるのすごいよね。褒められてるよ、ゆきおコーチですよ、ね、褒められてるよ、ゆきお。人に分かりやすく教えれるのって難しいですからね、すごいですよね分かりやすいよ、ゆきおさんもね。うん、だるお前謙遜しろやお前すごいっすよねじゃねえんだよ。140万取り返しに来ました。もうユキオが全部持ってくやん、その意味がわかんない。しかも足りねえし、100万ぐらい足りなくない？どこのタイミングで引き下がれなくなったの？もうなんか行く時の目標がもう時間いっぱいギャンブルをするっていう目標だったから、うん、いやお前え、それはあれでしょ、イベントでしょ、大会で行って、大会頑張るとかじゃないんだ。あ、そうっす。行く時の目標はまあ時間いっぱいギャンブルを楽しむっていう。あ、大会は二の次なんだ。大会も一応頑張るみたいな感じで。おいお前終わってるって。いや、まあどっちもね、はい、頑張って楽しみましたけど。なるほどね。何やったの、ギャンブルは？ポーカーとブラックジャック。ポーカーどっちが負けた？あ、でもどっちもトントンぐらいです。へえ。うん。70ぐらい。俺もやりてえな。ポーカー。リアルギャンブル怖いなぁ。なんだよ70って意味わかんない。いや、でももう70で3倍になればトントンだよ。まあそうなんですよね、まあ時間あったらマジで取り返してたんですけどね。ね、そう、負けた人は絶対言うやつや。違う、戦い続ければ負けないんだよギャンブルって。そうなんだ。あ、ダメだ、どっちももう負けた時にやめるから負けるわけであって、負けた後負け額を赤にかけて倍にすればスタート地点に戻れるんだよ。でその後負けてもその倍かけたのをもう一回かけてね取り返せばお前絶対に負けないんだよ。なんちゃらなんちゃら手法みたいな。モンテカルロね。モンテカルロ手法ね。それだけ聞くとめっちゃいい手法に聞こえるな。そうなんだよ、絶対に負けないんだよ。ね、ちなみにさ、その手法の名前間違えてるみたいだけど大丈夫？マーチンゲール。マーチンゲール。え？打法らしい。大丈夫そう。モンテカルロってなんだっけ？あんなどやってたのに。かけっこしない方がいいかも。終わりそう。そろそろ少ないって感じからも。そっか、せっかくカレー取ってきたのに。カレー？ん？カフェラテ。カフェラテ？飲み物取ってくるっつってこの時間にカレーを。アリケンさんじゃないんだから。え、この時間に。カレーは飲み物なんだか。この時間にカレー食わんの？みんな。白心なの。片揚げポテトマジか。片揚げポテトは太るよ。太んねえよ。まあ、太んないか。もう太ったことねえよ、片揚げポテトって。で何で太ったんだよ。やっぱりお供はコーラ？お供は水そこはね、そこは水なのか。やばいからもうコーラなんて飲んだら死んでまう本当にまずいやつ。本当にまずい。でアリケンさんってやっぱたくさん食べるの？ガンガンガン。なんか食べてない今、めっちゃ食ってるよ今。みんな小食やね。いたでしょみんなの学校にも、太ってんのに小食っていうやつ。絶対食ってんだから、食わなきゃ太んねえよ人間。むくみとかあるかもしれないね。で、警察さんむくんでんのか。うん、そう。これがむくみだったらもう終わってるよ、多分体のどこかが。ワイプ見てるけど、片揚げポテト飲んでません？え、違うん。多分今、グリちゃん、俺のこのワイプ見て、ブチ切れそうになってんじゃない？やっぱ。だって筋トレして、多分食ってないです、こういうの。ポテチは食わないですね、マジで。食わない。食わない。食いたいから食わないとか。食いたいっすよ、食いたいっすよ、もちろん。
偉いなぁ。うまそうだなぁ。すごい、なんかがワイプも大きくなってない。え、ちょっと待って。いけー、ちょっと待って。めっちゃ美味しそうに食べる。うまっ。すげえうまそうに食ってるって。食べれない人の前で食べるのが一番うまい。最低。